辞義とは古代、中世より用いられた政治用語の一つ。元は二つの意味で用いられた。一つは、その時々に応じたを意味する漢語であり、例えば公認格式の序に、神従う明ら胸下公辞義とあるように、その時々において、臨機応変に対応する意味を持って用いられた。もう一つは、元は辞義と表し、権力者の意思、意向を意味している。 字をその時に支配する権力者の意味で用いる例は、王朝文学にも見られ、木は会議ではなく意見を意味する言葉である。それが陰性記号になると二つの意味が混同されて用いられるようになる。放送使用賞によれば、随時しかも西洋のは、国君である時点の君の職権であり、修行直上苦直上を仰ぐのが、放送の定金であると説いている。すなわち、 権力者である時点の君がその時々の状況に応じた政治的判断を下し、文部百官はその意向に従うものだという当時の政治思想の反映があったと考えられている。このため、辞儀と辞儀が混用して用いられることがしばしば発生するようになる。室町時代に入ると表記も辞儀に統一されるようになった。なお、江戸時代以後に発生する辞義という言葉の由来を 次儀に求める説がある。ありがとうございます。